皆さんこんにちは、ヤフーニュースからです。2チャンネル創設者の西村博之氏が4日自身のツイッターを更新。政府が新型コロナウイルス対策で調達した布製のアベノマスクを希望者に届ける配送費が10億円に上るとの試算があることについて言及した。アベノマスクの在庫を焼却処分した場合は6000万円で済むという。松野博一官房長官は2日の記者会見で、現時点で配送費を示すのは困難と説明。在庫を上回る希望があり、1ヶ月程度で配布方法を公表するとした。岸田文雄首相は昨年12月、在庫の保管費が半年余りで約6億円に上ったアベノマスクをめぐり、2021年度内をめどに希望者に配布した上で残った分を廃棄する方針を表明した。約8000万枚の在庫に対し、推計2億8000万枚分の配布希望が寄せられ、新たな負担が生じかねない状況となっている。博之氏は、この件に触れると、廃棄費用6000万円をケチって、配送料が10億円かかるそうです。現政権には算数できない人しかいないのかな、と疑問を投げかけていた。いかがでしたか？本日はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。